小栗方眼は伝説上の人物であり、また、これを主人公として日本の中世以降に伝承されてきた物語。妻、テルテ姫の一門に殺された小栗が、縁間大王の計らいで蘇り、姫と再会し、一門に復讐するという話で、説教、日立国小栗三栗屋にあった小栗上の上主である、日立小栗氏の小栗三つるえや、その子、小栗女中がモデルとされる。 おぐりの方眼、おぐり法眼、おくりの方眼、おくり、おくりなどの名でも伝えられる。伝承は多く残っており、後に創作されたものもあり、それぞれにかなりの総意が見られる。説教説や浄瑠璃、歌舞伎など多くに脚色されている。また、縁のある土地にもそれぞれの伝承が残っており、おぐりの通った熊野街道はおぐり街道とも呼ばれる。人物としてのおぐり方眼は、藤原正清、 名は、女中、日立の小栗上主、慶の貴族、藤原金家と日立国の源氏の母の間に生まれ、83歳で死んだとされるが、15、16世紀頃の人物として扱われることもある。乗馬と和歌を得意とした。小宝に恵まれない、喧嘩夫妻が、倉間の美車門店に祈願し、生まれたことから、美車門店の申し事とされる。 藤沢市有行寺調整員有行寺調整員の伝承、編集調整員に伝わる小栗略演技は以下のようなものである。これは五古松院のお世の出来事である。日立国小栗城城主、小栗光瑠恵は残言により、謀反の疑いをかけられ、鎌倉方に攻め落とされた。この小次郎女中ともども三河へ脱出を図った親子は、離れ離れとなり、女中は、甲斐の方面から脱出した。 十人の家来と共に、東海道を下る、万、ま、獣が、相模の藤沢に差し掛かったところで火が暮れてしまった。そこに、横山太郎と名乗る者が一行を呼び止め、宿を提供しようと申し出た。横山は、旅人を殺し金品を奪う盗賊であった。この屋敷には、寺しでという遊女がいた。本来上皇や、法王の御所を守る武士である、北面武士の子であったが、早くに父母に死に別れ、 横山に拾われたという。横山は、縁の場で、桜に一頭の馬をつなぎ止め、これは人を噛み殺すほどの暴れ馬で、鬼影と呼ばれている。近寄ってはならぬと伝えたところ、万、ま、獣はこれを巧みに操ってみせた。たちまち万まうの力量を察した横山は、到底かなわないと見て、酒に毒を盛る作戦を案じた。横山のクワ立てを密かに、照らしでに告げられていた。 万獣は、気分が悪いと酒を拒んだが、無理やり横山に押し付けられて、周期を推測うする。家臣も泥のような血を吐きながら生き耐えた。横山は、万、ま、獣一行の所持品一切合切を剥ぎ取り、手下に明治十一人の樺を上野が腹に捨てさせた。同じ頃、湯行寺の湯行十四代太空ら商人は、閻魔大王の使者と名乗る者が差し出す書状を読む夢を、見た。広げてみると、 北地国の小栗光へと、家臣たちが、上野が原に倒れている。万獣の命だけは救うので急いで向かい、目覚めた商人が、お告げに従って、弟子と共に向かってみると、夜犬や鳥に食い荒らされる亡骸の中でわずかに手足が、動くものを見つけた。万獣と見た商人は車に乗せ連れ帰り、この者は、熊野の湯に向かう病人である。わずかでも車を引いて助けた者には千の僧への、 供養にも勝るルクが与えられようと記した札を車に据え付けた。街道沿いの人々に助けられ、熊野にたどり着いた万獣、ま、は温泉の紅葉と熊野権限の霊言により、解放に向かった。一方、横山の老石を目撃したテルテ姫は屋敷を脱走して東方に向かうが、やがて追ってに捕まり自重川に沈められる、危ういところを、 金沢六浦の漁師によって偶然助けられるも漁師の女房に美しさを妬まれて様々な虐待を受け、最後には六浦浜で人買いの手に売り飛ばされてしまう。テラシでは売られては移り、移っては売られて、各地を転々とする日々を送り、美濃の青墓まで流れ着いた。小栗伝説にふさわしい佇まいを残す湯の峰温泉すっかり回復した万獣は三河に向かい、 同族の支援を得て、京都で沙汰を受けることとなった。ことの天末を打ち明け、身の潔白を訴えた、万、ま、獣は、鎌倉法の許しを得ることに成功し、再び、日立の領地を与えられ、法眼となった。さらに、旧敵の横山を打ち取り、遊行商人に深く礼を述べると共に家来を弔った。後に万獣は、下女として働いていた寺師でを見つけ出し、夫婦となった。 王衛三十三年三月に万獣は亡くなり、弟の女ジ獣ジが領地を継いで遊行寺に万獣と家来の墓を建てた。テルテ姫は仏門に入り、長生美国の意味名を授かり、影響元年に遊行寺内に草案を結んだという、影響十二年十月十四日営民、西股屋の伝承、編集藤沢市西股屋にある花王院には、消失した近隣の縁窓をより移された、 おぐり方演技絵図が伝わる。主人公が万獣の子、小次郎女中である、寺氏でが、横山大前の娘であると、調整員の演技と相違が見られる。なお、閻魔堂に祀られていた方眼の墓がこちらにも、現存する。鎌倉大蔵氏、編集おぐり方伝説を伝える熊野言言堂の、日鎌倉大蔵氏には、異なる話が書かれている。万、ま、獣が、三河の国に脱出した頃、 方願の子である小次郎女中とその家来は、相模国門限堂に泊まった。屋敷に出入りする盗賊に毒を盛られたが、気があった屋敷の遊女の一人、テル姫に進言された。女中は酒を口にしなかった。知らずに飲んだ遊女たちと家来は酔って寝込んでしまった。女中は、盗賊が用意していた暴れ馬を巧みに乗りこなし、遊行時に一旦逃げ込み助けを求めた後、三河へと脱出に成功した。 あとに、テル姫を探し出して宝を与え、盗賊を退治したという、バリエーション、編集、横山の屋敷を脱したテラシデが捕まり、川に投げ込まれた頃、もう一名、テラシデの行方を探す者がいた。長年テラシデに付き従ったウーバである、テラシデを見失った彼女は悲嘆のあまり、川に身を投げてしまった。これが、自重川の由来だという、清城工事と並ぶ自習の有力道場。 無料三寺が立つ神奈川県相模原市でも複数の伝説が伝わる。舞台とされる場所も複数あるが、いずれも横山家が相模原に今日構えたとするのはおよそ共通である。テルテ姫が横山の親族という点は説教説と共通する。小本として遠方三年、小栗方眼、年味章、お栗の方眼その他がある。クラマの美写門店の申し子として、 生を受けた二条大納言喧嘩の着し小栗方眼が、ある日クラマから家に戻るキロ、菩薩池の美女に化けたオロチの美しさに講しきれず、交わり、妻としてしまう。大蛇は解任するが、この生まれることを恐れて、隠れようとした上泉園に住む龍女と格闘になる。このために7日間も暴風雨が続き、小栗は罪を着せられ、日立の国に流された。この場所にて、小栗は、武蔵。 相模の軍団横山の元にいる美貌の娘である、テルテ姫のことを行商人から聞かされ、彼に頼んでテラシで二分を渡す。テルテ姫から返事を受け取るや、小栗は十人の家来と共に、テルテ姫の元に強引に向こう入りする。これに起こった横山によって、小栗と家来たちは毒殺され、小栗は上野原で土葬に、家来は火葬にされる。テルテ姫は、相模川に流され、 村君んだゆに救われるが、バーの虐待を受け、千住観音の加護により、難を逃れた者の人会に売り飛ばされ、もらわれた、身の国青墓塾のよろず屋でこき使われる。一方、死んだ小栗と家来は、閻魔大王の裁きにより、熊野の湯に入れば、元の姿に戻ることができるとの藤沢の、湯行商人宛の手紙と共に現世に送り返される。ガキアミが、 おぐりの墓から現れたのを見た商人は手紙を読み、ガキ網と化したおぐりを車に乗せると胸の木札に、この車を引く者は、供養になるべしと書きしたためた。多くの人に引かれた車は、美濃の青墓に到着する。日立小萩の名で働いていたテルテ姫は、ガキ網がおぐりであると知らずに5日間にわたって、大津まで車を引き、ついに熊野に到着する。湯の峰温泉つぼ湯熊野。 湯の峰温泉の薬行にて四十九日の当時の末、小栗の合病は勘置下との体に戻ることができる。その後、小栗は京に戻り、天皇により、死からの帰還は人事であると称えられ、日立、駿が、美濃の国を賜ることになる。また、車を引いてくれた小萩を訪ね、彼女がテルテ姫であることを知り、姫と共に戸に登った。やがて小栗は横山を滅ぼし、 死後は一度死んで蘇生する英雄として、ミノスのマの聖八万に祀られ、テルテ姫も結びの神として祀られた。巨物絵巻、お、栗、奈良絵本、お栗があり、これらは説教説から支障を得ていると見られている。また、五世の中にも類似の物語が残っている。近年では、1991年に初演された、梅原武志作のスーパー歌舞伎、お栗。 1994年の王の和夫による舞踏小栗方眼テルテ姫2001年の遊行者による遊行歌舞伎小栗方眼とテルテ姫愛の奇跡2009年の宝塚歌劇団花組公演小栗小栗方眼物語より2014年のオペラシアターこんにゃく座公演オペラ小栗とテルテ1982年に初演された遠藤拓夫脚本 演出の横浜ボートシアター仮面劇、小栗方眼、テルテ姫などがある。また1990年に近藤陽子によって漫画化、発表されている。ありがとうございます。